皆さんごきげんよう、大和優香です。今日はね、なんか一杯飲みたいなっていう気分なんだけど、アルコールいらないやということで、ノンアルビールで乾杯。一息つけた。さあ、ノンアルコールビールのおつまみには私の大好きなウェハース、ロアカーのウェハースです。これをいただきます。これね、種類いろいろあって、バニラと、あと赤いのがナポリターナです。まずはバニラから食べてみよう。このウェハースは、ロアカーは、イタリアの会社のね、お菓子なんですけれども、ほぼほぼ世界各国に輸出してて、どこでも食べれるんですよね。さあ、このバニラ。白い白い。程よい甘さで、美味しいですよね。これね、やっぱなんかね、ビールテイストとも合うんだよな。美味しいです。チョコレートだけだとなんか甘すぎちゃうなっていう時に、このウェハースがあると優しくなるんですよね。そこがやっぱりいい感じ。このロアカーはイタリアとかに行くと必ずね、駅の売店に売ってるから、列車でね、いろいろスイスに行ったりとか、ミラノに行ったり、ドイツ圏の国に行ったりするときに必ず買っちゃいますね。さあ、そしてお次はウェハースクラシックナポリターナ。イタリアといったらやっぱこれでしょう。ヘーゼルナッツのね、チョコレートが中に挟まってるんですけれどもね。中にチョコレート入ってます。やっぱりイタリアのチョコはこれだよねって感じです。このヘーゼルナッツのチョコが効いてて、すごく美味しいですね。イタリアのチョコレートにはほぼほぼ使われています。このロアカーのチョコってすごいんだよね。なんか優しいんだよね。で、原材料もとってもいいものを使ってて、なんだろう、本物の味って感じがするんだよね。体にいいもの食べてるって感じがします。さあ、そしてもう一種類、じゃじゃーん。これはココア&ミルク味ということで、これはね、さっきの前の2つはベージュのウェハースだったんだけど、このココア&ミルクは茶色い色のウェハースになってます。で、ココアがすごい効いてて、とっても美味しいです。苦味まではいかないんだけど、なんかそういう感じで、とても美味しいです。とにかくね、ここのね、ウェハースね、いろんな種類の味があるんだよね。だからね、全部試してみたくなるっていう感じですね。で、イタリア以外の国、ヨーロッパの国、例えばアメリカとかでもそうだな、必ずこのロアカーのウェハース売ってるから、すごく安心感があるんだよね。で、必ず私は移動中に食べちゃいます。あー、ノンアルビールも美味しかった。さあ、それでは皆さん、ここでクイズです。この3種類のウェハース、私、
一番好きな味はどれでしょう。美味しいと思ったのはどれでしょうか。考えてみてね。バニラかヘーゼルナッツか、ココアミルクか。こちらバニラです。一番私が大好きなのはバニラ味。さあ、そして2番目に好きな味は、2番目に好きな味はこちら、ココア&ミルク味。そして3番目がナポリターナです。ということで、皆さんもぜひいろんな味を食べてみてね。ノンアルでウエハースを食べるでした。